この動画は実際にユーザーのリゾートマンションに住んでいる方たちにインタビューを行い。リゾマン暮らしのリアルを包み隠さず、お話ししてもらっています。ぜひ、最後までご覧ください。ええ <laughs>、池さんの部屋へようこそ。今日のゲストも、藤江ティ藤平和樹さん。はい、お越しいただきまして、今日はですね。リゾマン暮らし。 の方に、えー、ユーザーのリゾートマンションの本音トークをね聞かしていただこうと思いまして今日はお越しいただきました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フジェッティはリゾートマンションがあるからユーザワを選んだんだよね。そうですね。リゾートマンションがファーストでしたね。僕はい。リゾートマンションありきでユーザワを選んだと。はい。そうですね。まずじゃあユーザーのリゾートマンションの、うん 決め手になった一番の魅力って何ですか？はいはい、価格ですかね。なるほどね。はい、まだ賃貸だよね。まだ賃貸はいはい、うん、そうですねまだ賃貸。なるほど。価格。はい、何あの予想のリゾートもいくつか。はい、まあいくつかあのなんだろうそれこそ熱海やらその辺のなんかいろいろ載ってる情報ちょっと見たんですけどちらっと。あまあちょっと。うん と一角高くなるかなーぐらいな感じだったんでだったら湯沢でいいいんじゃないかなかと思って湯沢にしましまた、ね、結構さこれだけの大浴場とかそれからまあフィットネスルームとかさその共有スペースとか施設が充実しているリゾートマンションって湯沢は結構すごいよね多分そうなんじゃないですか、うん、全然湯沢はあのなんだろうなその使い古されたような。 設備の感じでではないんで、うん、全然なんか現役感ありますけどね今年は、はい、あ,あとねえっ、ー、と湯沢って今57棟リゾートマンションがあるんだけどもフジェティが選んだのは駅前のそうですね駅地,下の駅地下のリゾートマンション選ぶにあたってあの決め手は何だったそうですねや、まあ、あのまあ値段もあるんですけど まああとはやっぱりちょっと知らぬ土地だったんで見知らぬ土地だったんでまずは駅近かなと思って、まあ、徒歩で、まあ、歩いて15分から20分ぐらい行ける範囲内どんなもんだろうと思って程度が良かったのが今住んでるマンションです、ね。ななるほどなるほほどどで実際に今1年約1年暮らしてみたわけだけどもまず、えー、リゾートマンションのいいところメリット なんですかそうですねやっぱり大浴場じゃないですか <laughs> 大浴場だと思いますよ僕としては、うん、あのー、やっぱり朝一番でっかい浴槽をこんな疲かりながら <laughs> まあちょっと一日の気合い入れてあったかい上であ,や、まあったまってから仕事するっていうのがなんかな,かなかなか贅沢なんじゃないかなとか思いながら。うんうん、同じく もう一番は大浴場だよね一番がそうですかねフジエティのマンションは温泉温泉ですねはいうちもいいですよねいいよね自分家に温泉あるとかそうそうそう考えられないじゃない普通にだからさ俺たちなんかにしてみると朝温泉に入って体温めてから滑りに行くんだよねウォーミングアップがいらないもう温まっていくみたいな 湯座にしないように気を付けな,な、ね、<laughs> それもありですね、うん、そんな暮らし方ある朝温泉入ってから自宅の温泉に入ってからスキー場に行くなんてねないですよねこういう生活ができるのもまた湯座の魅力の一つじゃないかなと思うんだけどもじゃあ次はね、えー、設備についてお伺いしたいです湯座、はい、のマンション、リゾートマンションって冬を暮らすためには暖房設備ってすごく重要になってくるんだけども、はいはい 電気タイプ、それから灯油タイプガスタイプっていうね3つのタイプのリゾートマンションありますフジ、はい、<laughs> ところは何僕、電気ですかねガス通ってないんで、はい、であれだよね、えー、灯油のファンヒーターとか使っちゃだめなマーションそうですねだから電気系の,その暖房器具のみみたいな。 形であの注意していただきたいのは昔のマンションなんでめっちゃ気密性の高い作りをされていてそういう理由で、えっと、ガスコンロとかね、はい、それか灯油のファンヒーターとか使用禁止になっているリゾートマンションいっぱいあるのでここを選ぶ際に非常に、えー、チェックしなくちゃいけないところなんだけどもさて、悪名高き電気ヒーターですけども <laughs> <laughs> 勝手に悪名って言っちゃったけど <laughs> どう 実際暮らしてみそそれこそ最初3月来た時にその備え付けの電気ヒーターみたいなの使ったんですけど、うん、いやほぼあの夜8時から10時ぐらいしかつけてなかったんですけど、うん、それでも、まあ、1か月分ぐらいでまあ45万ぐらいいったかな確かその時電気代電気代でなんかよ、まあ、水道とかも込み込みなんであれですけど。あ ガス代抜きにしても、まあ、4万ぐらいいったかな確かであやべえなと思って <laughs> やばいねそれ、はい、噂には聞いてたけど、はい、実際に払ってる人の話初めて聞いたからさ <laughs> <laughs> やっぱかかるのねそのぐらいいやなんかそれぐらいかかった記憶があるんで、うん、あこれやべえなと思って、うん、その家電の,その市販の、あのー、器具買って使うようにしてうん、うん、まあなんとか、あのー、1万2万ぐらいには収まるかなぐらいには じゃあ全体の光熱費ですね湯沢って地下水を組み上げて使っているマンションが多いので水道代ってねものすごい安いあるいはゼロのところもあったりするんでねそれからキッチンはガス電気だよね。ということは電気代と水道代でその金額なんで多分ほぼほぼ電気代であると想定できたとした時それでも12万まで。 できたとそうですねあんまりそのやばいなって気付いた時に、うん、ちょっと改善すら意外となんとかなりましたかねそんなな寒くはない電気だけであーあ俺が寒さに強いのもあるんですけど <laughs> 今じゃ何電気のヒーターとこたつとか入れてるあこたつ置いてないんですよねだからその荷台2台、うん、2台置きで囲まれながらこうやって自分だけだもんね当たるのもね一 <laughs>、えー、人暮らしなんで別に困ることはないっていうのはでじゃあ次に聞きたいのがキッチン まああのー、オール電化のマンションなのでおのずとキッチンももしかしてさ昔のあの電熱線ぐるぐるあーよくぞご存知で <laughs> あの香取線香みたいなあれです,れです僕使えないやつや <laughs> 暖房も使えない <laughs> <laughs> コンロもいまいち<笑><笑>なるほどね <laughs>、はい、どうですか実際にはそれで料理とかしてる自分ですけど僕、うん あなんだろうな別にそんな手間かけたら料理しないんで僕、うん、あ豚肉焼いておしまいみたいな感じだったりするんで別に料理しない人だったら別にあれでいいかなと思います電子<で><は>レンジあればなんとかなるみたいなそうっすね電子レンジあればなんとかなる男の一人暮らしだからなこれ参考になるかな <laughs> 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 何とも言えないんですよねまあけど確かに 熱伝わるまでは確かあの、うん、普通のガスコンロよりはラグがさすがにあると思います確かに。熱の伝わり方もちょっと遅いなっていうのも節々あるんでそこ計算して料理できる方であれば <laughs> 特に。あとはあのポータブルの,の IH コンロを使ったりとかねみんな工夫されてると思うんでなかなかあのぐるぐるコンロをねあんまり現役で使ってる人って俺また初めて <laughs> <laughs> まあよっぽど頓着がない人間であれば、はい、って感じですかねなるほど、はい、まあそこはね代概が効くとい、ね、うかね全然効くんでそこは気にするべき要素ではあまりない気はします25歳の男の一人暮らしなんてね <laughs> 食い物は何でも生きていけるもんね肉野菜魚米それで締めます十分。 <laughs> まだカップラーメンだけじゃないっていうのだけでもまだましかね,ね、はい、まだマシだと思ってリゾートマンションを選ぶにあたってすごく重要視しなくちゃいけない大浴場がいいプールがあるとかねフィットネスルームがあるビリヤード場があるとかはい,、はい、いろんな魅力があるんですけども長期で借りたりとかまして購入するってなってきた場合はその暖房設備何かはい、はい、それからキッチン何か。はいはい っていううところかなそうですねあともう一つそうリゾーマンを選ぶ上で重要視するあるいは注意点というかなんかあるあ僕一人暮らしの観点になっちゃうんですけどもちろんもちろんあんまり広い広い部屋選ぶなよとは思います僕としては理由は熱が伝わりにくいですね<ー>でリゾーマン特にその やっぱそのどうしてもバブル期の方がその週末利用を前提で立てている構造が多いので、うん、ワンルームとかだったりするんですよ。うんうん、だから例えばワンルームで三何畳だ三十平米とか四十、うん、平米とかでかい部屋だと、うん、マジで熱が伝わらないです。なるほどね。それ電気オール電化のデメリットだね。ねオール電化のデメリットあるんで。うん あんまり見えはらんでそこそこのサイズでいいぞと思いましたなるほどね、はい、電気のところを選ぶならばそれあるよね、はい、だんだんちょっと仕様が変わってきていていくつかのマンションで、えー、トイファンヒーターを許可する出始めているマンションとかもあるのでやっぱね冬を越冬することをメインにするのであれば絶対やっぱ暖房設備かな重要視するべきは、ね、暖房設備かなとも思いますし 夏は意外とやっぱ冷房が必要なんでそ,そう、湯沢って蒸し暑いからね意外と暑いんですよね,ねこんだけバカみたいに雪降ってるのに、うん、<laughs> なんだこの沢のそうなんだこの沢と <laughs> そうかね夏場はちょっと冷房もあ必要なところなんでそんで、えっと、ベランダのないマンションが多いんでねいわゆる家庭用エアコンが取り付けにくいっていう。 そういう状況もあってね、そうですねまあ、いろいろとチェックするべき点はあるんですけども。はい、まあ、一年を通じて済むんだったら。エアコンと暖房設備、はいはい、で、冬を重視するんだったらば、まあ、冬の暖房設備。この辺ですかね。そうですかね。うん、まあ、そこさえクリアしとや、なんとか快適に暮らせると思います。なるほど。ありがとうございます。はい、で。 えっとまあ、ここのリゾマンの特徴というかどこもそうなのかないわゆる定住者っていう人たちがすごく少ない中でどうなんだろうその定住者同士のコミュニケーションみたいな部分でなんかちょっとアドバイスというかあります,す、ね、経験上の大浴場なんでやっぱ人機会あるので。うんうん まあどうしても寂しいなとかいうときは自分から挨拶じゃないですけど結構気さくに話しかけると返してくれる心地いいおっちゃんがいるんですけど僕のとこなんかそういうおっちゃんとかとコミュニケーション取ったりすると意外と面白い情報とか入ってたりするんでそういうのも大事だねそう,いうのもまあちょっとコミュニケーション取った方がいいかなとか思ったりしますかねどうしてもやっぱそのドローカルな情報が入ってこないと思うんで。うんうんうん だって住むにあたってなんかお得な情報じゃないですけど、まあ、そういうのも知る上でなんでいろいろコミュニケーションをった方がいいかなと思いました、ね、それとさ例えばだけど自分が今住んでいる本拠地のにあるマンション暮らしで同じ住民同士で一緒に風呂入るって限りなくないじゃない。<laughs> 限りなく 風呂があるってすごいよねああ、そうですね確かにその裸の付き合いじゃないですけど、うん、いき、うん、そうチンコとチンコを見せ合いながらおしゃべりができるっていう場所が自分のマンションの中にあるって、ね、これってすげえスペシャルはい、そうですね,や,ねやっぱ自然と仲良くなる人も出てきましたね、うん、はい。やっぱそういう付き合いあるっていうのが、うん、そういうのが好きな人であれば全然いいかなと思います僕は じゃあこのあたりでフジ、えー、エッティにしか聞くことができないあの話に触れてみようかと思います。<laughs> はい、えー。藤平和樹さんは、えー、テレビにね取材されたんですよね。そのリゾートマンションそうですね。あのありがたい部分に関連する特集で。でね、いはい。はい まあそれを出たことで、それに出演したことでいろんなトラブルに巻き込まれたとお聞きしたんですけども、はい、まあ言える範囲内でちょろっと聞かせてもらえたらこれもまたリゾマンのリアルとしてそうですね、うん、あのまあぼやかしながら言いますといや、はっきりと言おうよじゃあまあ使うか使わないかは何使うと思うけど <laughs> <laughs> まあ僕そのまあ その取材ののクルーの方が来たんですよあのそのやっぱ若者が湯沢にあのあの来たぞという体でうん、うん、その取材を行政の側から依頼が来たんですね。はい、で僕としてはまあ本当町の,その盛り上がりの一環じゃないですけども、うん、そういうのに、ね、ちょっとでもなんか尽力できればなっていう思いがあったんで、うん、あの受けさせていただいたんですけど、うん、まあ,あの取材自体は別になんだろうな滞りなく全然済んだんですけども、うんうん、そこで問題があったのが。 そのやっぱ許可関係の話だったみたいでそのテレビのクルーの方が僕と聞いた話では許可はは取っているぞとそそ、はい、そのマンンションまあそれはそうだよね撮影なんで、うん、そのマンションの次は許可が必要だっていうのは僕も分かってたんですけど、うんうん、で許可は取っているぞとのことだったので僕はもうじゃあいいですよみたいな感じで受けたんですけど、うん、そこは実はあの一番上の上層部までたどり着いていなかったと。うん でこれはなんだってていう話になりまして、うん、で、その問題の内容としてはその教養施設が映ったのがダメだみたいなその男性のクルーだったんですけど、うん、そのテレビの取材が。でそこの教養施設がその女風呂を映したんですけど、うんうん、男性のクルーがんで女風呂入ってんだみたいな、うん、そこにクレームが入ったらしくて、うん、またそこも許可取ってなかったらしかったんですけど、うん、ただ。 そのクルーの人が単独で行ったわけじゃなくて、うん、フロントの人間と一緒に行ったんですよもちろんそれはそうだよさすがに単独で行くわけはないなと思ってたんですけど、うん、でフロントの人間と一緒にいてフロントが一緒にゴーサイン出して行ったんで、うん、っていう話も聞いてたんで僕としては OK だと思ったんですけど、うん、実はそれがダメだったみたいなうん、うん、それが届いてな、ね、いみたいになって、うん、でそれが問題が。 ななんだろうなテレビが放映されてからしばらくして YouTube に上がってたのがあったらしくて、うんうん、でそれが問題になって僕が急遽理事会に呼び出しされましておいこれはお前が招いたことだろうじゃないですけどなんかすごい剣幕であのー、大人の方々に「面倒くさい」って <laughs> 言っちゃったようあもう言っちゃいましたね56人ぐらいの方に <laughs>、うんうん、あのー、すごい様相で詰められまして。え あのお前が招いた責任なんだからお前が何とか処理しろじゃないですけどあと処理しろみたいな旨を,を伝えられましてうん、うん、で僕としてはこいつは何言ってんだと思って、うん、違うよとあのそもそも行政から依頼された仕事で仕事じゃないしそもそも、うん、あの行政から依頼されたことですし、うん、でも許可したのはまずフロント側の人間ですし、うん、そこに伝達ミスあったのは僕ではないのでおそらく責任はないなとか思ってたんですけど。うん すーごい剣磨で詰められちゃったんでなんで <laughs> それじゃないと思うんですけどね普通のおっちゃんっぽかったですよ普通のおっちゃんがちょっと怒っててみたいな、うん、やっぱ時間がある人だから余裕があれじゃないですかそこに理想創を割く余裕があったのか分からないですけど、うん、まあそこに呼び出されてじゃあお前がなんとかしろよみたいな感じで「いや僕ちょっと無理ですね」とは言ったんですけど「うん、いやあなたたちやることじゃないですか」とはいろいろ言ったんですけど、うん いやお前のの責任だの一点張りで,<ー>でとうとうなんか最後しまいには「いやもういいよもういいわからた先生呼ぶから」みたいな感じで<ー>先生から連絡いくから学校した生でそれは何いやいや本当にそんな話もありまして、うん、ああこいつらうっとしいなーと思って、うん、まあ確かに連絡先知ってるの確かに俺ぐらいかなとは思ったんでうん、うん、しゃあね一回連絡つくかと思ってだから。 テレビ局関係の人と、うん、その管理組合法人の方かな、うん、とかいろいろなんやかんやあの連絡させていただけましてでなんとかあの落ち着いたというのが現状ですかね。うん、要はぶ,ぶっちゃけその女用を移されたっていうのが理由ではなくて自分たちのところに連絡が届かないままに勝手に<う>あれだメディアに載せられてたっていうのが要は 俺に何の断りもなくっていうのが気に食わなかったっていうね、はい、多分そうち <laughs> ちっちゃい、ね、<laughs> いやそんなニュアンスを感じましたかね、うん、なんかその,なんかの具体的にどこの規約に違反してるからこれはダメだよっていうのを伝えられるわけではなくてなるほど例えばあの「君この規約に違反してるからダメだよ」って言われるなら僕も理解できるんですけど「お前それ許可取ったんか?」みたいなアバウトなことしか言われなかったんで。うんうんうん こ多分現地取ってねえなと思ってちょっと面倒くせえなとか思いながら多分ただ怒りたかっただけかなだいうね25歳ポットレーキたやつ怒りやすいだろうなっていうのも感じそういうことだよねいう声いる話もありましたね。で多分その人たちはここの人たちじゃないでしょオーナー側多分そうですね部屋を所有してる側だと思うんですけどだと思うんだよね。 なぜなら地元をこう盛り上げるために協力してくれた人たちに対してね聞いた聞いてないとか程度でそんなキャッキャッキャッキャ言うのなんて暇なな金持ちしかかと思いました僕も<ー>またそういうのがすごく湯沢ーーのリゾマンの悪,悪名というか汚名にこう拍車をかけてしまっているところがあるので結局地元の人たちは当然これを一つの 魅力と資産として表に PR していきたいのに所有者オーナー側たちが全然そういうところに関与していないというか興味を持っている人たちではないっていうのがこのリゾートマンションのまたデメリットなのかもしれないよ、ね、そうですね。 ただの巻き込まれ事故ですからそれ本当にうこうやって左折しようとした車のところにこう巻き込まれた自転車みたいなたまとき事故たらなあんなのもう, <laughs> もう関係ないですわあれぶっちゃけ本当だね、はい、まあ、あれだわずか1年の暮らしの中ですったもんだもん体験して <laughs>、ね、リゾートマンションのまあ えー、暮らしを全部堪能できたと。いや本当にすいません前も、はい、経験させていただきまして <laughs> 刺激ある一年でした本当に。刺激ある一年でしたね。<laughs> またユーザーのリゾマンに住んでみたいと思いますか。<laughs> あ僕全然住みたいと思います。まあ、はい、他にもいくつもあるからね。はいはい、僕たちも2年間同じマンションで今年3年目はマンションを変えてみたんだよね。やっぱ理由はね子供たちが今度は違うマンションに住んでみたいっていうふうに言ってくれたのがきっかけで。うんうん 今までは、えっと、普通のお風呂だったところから今年は大浴場が温泉大浴場のはいはい,はい,はい、はい、これだけでやっぱり全然変わる温泉ってすげえなって改めて思ったりとかもちろんマンションによってそのいいところ悪いところがたくさんある中でまたね違ったいいところが発見できたりとかしてなんつうんだろう僕らアドレスホッパーはマンションすら 選べるっていうねもちろんちょっとお金はかかるけども選びたい放題みたいなところね <laughs> こ,のこれすごくユーザーの魅力だと思っててそうですね、うん、選択肢はいくらでもありますからね、うん、はいなんでねまた戻ってくることがあればリゾマン選びから楽しめ、ね、<laughs> 本当にそうですよ、うん、次どこ行こうかなみたいな OK ーーじゃあ最後にフジエッティから、えー、リゾマン選びの重要なポイント 二つ教えてもらおうかな。二つ。うん、僕は車がないんですけど、うんうん、もし車がないのであれば、やはり駅地下付近がいいんじゃないかなとは思います。まずは。あそうだね。あの、うん、やっぱ生活のインフラが整うっていうのはやはり駅周辺であったりするんで、うんうん、なんだろうな、あの、中里の方とか行っちゃったりすると、ちょっと車ないと厳しいっていうのがありますね。それこそ僕、夏場、 あのチャリンコ買いましたけど、うん、あ,のあんまり機 <laughs> 能せずに坂が多いんでねそれはそれでしんどいですよ、ねはい、そ,それはそれでしんどい、うん、まあ電動の自転車があればまた考えてもいいかなっていうぐらいの感じで、うん、あと一つ選ぶならまあ賃貸の観点で言うなら別に人の出入りがあんまり少ないところでもいいんじゃないかなとか思ったりします僕はあの1回だけちょっとあの現役館バリバリのとこのマンションの大浴場行ったんですけど、うん やっぱ人が多いとあそうねそう人多ころが多いんですよね、うんうん、今まだ。なんで、ちょっとゆっくり感性に過ごしたいなという気持ちで来るのであれば、うん、人が少ないマンションをあえて選ぶっていうのもおすすめかなと思います。なんか活気がないのはなんとなく見ればわかるかなと思うんで、活気のないマンションを僕としてはなんか逆にそっちのほうが、ん、静,静かに暮らせるかなとか思うんで。な、はい、なるほどなるほほどど ただだ住むだけでであればそままずそれがねフジエッティのおすすめの2つのポイントはい、はい、特に、まあ、1つ目の駅地下で、えー、とインフラが整っているというのは実はすごく大事なポイントかなと思いますそれから駅を、えー、と起点にシャトルバスがねじ<ー>住宅にここの町は回ってるので,そう,で、ね、そういう意味でも確かに駅地下って、はい、すごく重要なポイントかもしれないですね。はいまあ、確かにあの まあスーパーまでだったらシャトルバス出てたりするんで、まあ、意外と気にしなくていいっちゃ気にしなくていいかもしれない。なんったってなくて1年住んでるんだからねそう俺が過ごしてるんで、うん、まあその辺の年齢の方であればあんまり気にしなくてもいいかなとか思ったりします、はい、じゃあ最後に何人女連れ込んだんだよいやー、それ聞いちゃいますか、うん、いや実はあのー、年末まで彼女がいたんですけど僕は、はい、4年間付き合ったから,から、うん、実は別れまして余計なこと聞いてる ごめんよ傷口にからし塗るようなことしちゃったよ。そんなこともありまして。よ連れ込んだところから出てからじゃったの。ごめんなさい笑っちゃった。すいません本当に余計なこと聞いちゃって。じゃあまたいろいろなところに住んでみたいって希望があったと思うんで、はい、いつかまたユーザーに戻ってくることがあるかもしれないと。そうですね。パワーアップして帰ってくるっすかね。はい。うん、はいというわけで、えー、リゾーマン居住者インタビュー今日は藤平和樹さん。はい。 二十五歳、埼玉県から、えー、いきなり飛び込んできたっていうね若者にインタビューさせてもらいました。いろんな話をありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた。